今回もドルフロキャラ解説やっていきます。よろしくお願いします。今回はどの子を解説していくの？今回は星5のサブマシンガン、CMS ちゃんを解説していくぜ。このアホっぽそうな見た目が好き。さて、まずはゲームの性能から見ていくぜ。陣形は後方3マスの範囲に火力 15%、射速 5% の陣形効果。一見大したことないように見えるが、火力 15% は4位タイの数字で結構高い。そして射速は 5% と低めだが、唯一上限が存在するので組み合わせによって十分な数字。要は射速アタッカー以外と合わせれば無駄が出ないってことよね。同じ範囲で見ると、UMP 姉妹や PQA、G36C などが競合として上がってくる。特に G36C は同じ範囲で、同じ火力射速バフなのでライバルになりうるな。一応、火力は CMS、射速は G36C の方が高いので合わせるアタッカーによって変えるのがベターかもしれない。だけどやっぱりスキル、ここでどう差別化するのかが鍵ね。というわけでスキルはこちら。スキルを発動するたびに弾薬を切り替えて、それぞれで効果が違うのね。すごい面白そう。デフォルトでは音速弾。回避が常時 65% アップ。常時バフとかつっぴょ。続いて SD 弾。こちらは火力 85% アップ。アタッカーもこなせるのか。しかも彼女は鉄鋼弾を装備できる。サブマシンガンアタッカーといえば V フリーちゃんだが、ここで明確に差別化されているな。三つ目が通常弾。こちらは命中が 200% アップ。数字は強そう。命中は基本的に火力バフに劣ると言われているため、あまり通常弾は使わないかもな。さてスキルを見ると、切り替えることで常時回避バフ、常時火力バフを得られるというなかなか強力な効果。回避バフ状態ではサイレンサーと外骨格を装備させることで、常時回避204。スオミのスキル中の数値には及ばないが、常時この常時をキープできるのがスオミとの差別点。攻撃バフ中はフォローポイント弾込みで86になる。こちらも V フリーちゃんのスキル中の火力には及ばないが、常時この火力がキープできるのが強み。そして CMS ちゃんは鉄鋼弾を装備できるので、装甲持ちの敵に対して強気に出れるのが差別点だな。対して G36C は高い体力とダメージ無効化スキルでタンク役として頭一つ抜けた性能。タンク役としてどちらが優秀かと言われたら難しいが、確実なのは G36C だろう。だが一粒で二度美味しい、CMS の方が色々な考察の余地があって楽しいと思うんだ。例えば回避タンク運用するなら、一番に合わせたいのは MDR ちゃん。シールドを展開してダメージカット、回避もアップで避けまくる。コラボキャラならドロシーやゼイなんかはそれぞれ高い回避バフ、シールド展開とそれぞれ優秀。ハンドガンではノリンコが回避バフと射速でバフを持っており、攻撃回数自体を減らすことで被弾を減らす。P7 は高い回避バフと、スキルでも回避マシマシにできるのでロマン編成にはぴったり。アタッカー運用するなら、火力、命中、射速を補いたいところ。火力は自信で上げられるけど、それだと少し不安だからね。運用方法は V フリーちゃんとほぼほぼ同じだから割愛。強いて言うなら、鉄鋼弾を装備した場合はいくばくか火力が落ちるので、そこだけ注意。さてビジュアルだが、ボサボサの髪とダボダボのジャケットが少しズボラな感じを醸し出す。ズボラな女の子ってなんかすごく肥後欲をかきたてられるのよね。それとは裏腹に、もちもちしてそうなほっぺたやすらりと伸びた足とかはやっぱり女の子って感じがするな。性格は自分勝手なガキ大将な感じ。勝手気ままにやってるけど、部下として振る舞っていれば悪いようにはされない。ひどい目に遭いそうな気配がビンビンですぞ。重傷へはふてくされたようにムッとしてるのほんマスコ。なんだろう。なんか欲情しそうでしない？絶妙な線引きがされてる感じ。どこまで行っても子供っぽさが抜けきらないため、指揮官によしよしされてる感じがすごく似合いそう。そういうイラストないんですか？さらに追加衣装も2種類用意されている。まずはこちらのロリスキン。相変わらずの犯罪臭がまずいですよ。さらに子供っぽさに拍車がかかり、より純粋な女の子って感じがいいわね。重傷へはもういけない匂いがプンプンなんですよね。あーこれはいけませんね。例えるならハイエースされて PE される寸前みたいでくっそ興奮します。うっぱ最低近づかんといて、お次は水着スキン。というかお前誰だ？性癖にドンピシャすぎてやばい。チンチン折った地層。長い髪をまとめたポニーテール、日に焼けた褐色の肌。焼けた肌とそうでないところのコントラスト、口の中に見える白い歯。スケスケのシャツに、そこから見える黄色いビキニ。ブカブカのパーカー、褐色の長い足、ビーチサンダルというのもポイント高め、もう性癖にドンピシャすぎて、無限です無限。で、重傷へは、褐色の肌に滴る水滴がもうほんまエッチ。なんなんこの子。こんなのもう可愛くて可愛くておかしくなっちゃう。実装早くして、役目でしょ。さてここからは元ネタ解説だぜ。最後までお付き合いください。CMS の元ネタは CDJMS と呼ばれる、スウェーデンの CDJ テック AB 社が開発した PDW だぜ。CDJ は社長で、重機デザイナーでもあるカール、ベルケル、ヨハンソン氏の名前から、MS はモジュラーシステムから取られているぜ。CMS の中核は、専用弾である 6.5mm×25CDJ 弾。
タングステン製の弾身を軽量なポリマーで覆った鉄鋼弾だぜ。この弾丸は8インチの重心による発射で初速が830マイ秒に達する高速弾。貫通力も非常に高く、NATO 規格のボディーアーマーなら230メートル、7ミリの厚塩防弾板のものなら、50メートルまでの距離から貫通できるなかなかの威力を持っているぜ。さらにこの銃以外の使用も考慮しており、9ミリパラベラム弾を使用する銃なら、重心とスプリングを交換するだけで使用可能。この高い互換性をアピールしており、開発当初はイギリス軍による採用が検討されていたぜ。ボフォース社が出資し、製造を行っていたが、イギリス軍が採用見送り、それに伴いボフォース社も出資を引き上げ、現在は CDJ 社が単独で開発、製造していると言われているぜ。個人的には見た目も性能も結構好みなんだけど、いまいちはやらなかった悲しい銃って感じだな。それでは今回はここまで。よかったらチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。